こちら一見すると写真のようなんですが、実は絵なんです。これが毛並みも本当に綺麗なんです。この瞳に映っているこれ何か反射しているものまでリアルに描かれているんです。本当に動き出しそうなんですよね。と現れたのは23歳の画家、山形市在住の音見春さん、本名工藤春樹さん。はい、音見春さん。そうです、色鉛筆で全て描いております。色鉛筆なんですよね。はい、そうなんですよ。音見春さん、学生時代からスマホで写真画像を見ながらリアル描写の絵を描いていまして、大好きな猫の絵を中心に他にもさまざま動物、鳥、虫、物なども描いているんです。すごいね。色鉛筆なんですよ。色鉛筆ですか。はい、まさにと驚く作品を見ることができるのは、山形市の中心部からでも車で30分かからない寒河江市立図書館です。寒河江市では11月4日まで中心街の各所にアート作品を展示する寒河江街中芸術祭を開催中。その一つとして音見春さんの絵も展示しているんです。パソコンとかは使ってないんですよね。は一切使わずに全部手書きで、この作品では猫ちゃんの顔に焦点を当てて描いていまして、首から体に行くにつれて少しずつこうぼかしながら描いていますね。すごいね。猫カフェで撮ったあの写真を元に描いたんですけど、僕はこうやっておやつを持ってる時にこう見てましたね。おやつを見ている目なんです。はい、そうです。なんかもうちょっとこうロマンのあるような、ね、表情に見えるんですけど、現実は原画を間近でじっくり見てほしいので、例えばこちらのキャプションに書いてある通り、この作品にはハートマークが隠れているんですけども、どこだろう、どこだろう、目の中かな。ハートマーク、あ、これ、あ、正解です。こんなところにハートマークがありました。ああ、いや、遊び心があっていいですね。ありがとうございます。そこで宗さん、八谷さん、はい、こちらの猫ちゃんにあるハートマークはどこかにゃ、どこかにゃ、にゃ、ちょっと近くになると、どこ、どこ、どこ、あ、目の中、え、違う、どこにあったの？そう、答えはね、向かって右側のお目目、瞳にハートマークが映っているんです。楽しい。こちらの白い紙に描いていくんですね。はい、そうですね。あれ、でも色鉛筆ではないですよね。はい、細かい毛並みを表現するために最初にこの鉄筆という道具を使って髪をこう細かくへこませる作業をして表現していますね。どういうこと？鉄筆って、昔そうそう、ガリバン印刷とかで使ってたやつですか、ね、あ、そうですね。色鉛筆を寝かせた状態でこのように塗っていきます。でこうすることによって先ほどへこませた部分が白く浮き上がってきて、細かい毛並みのように表現できます。こうやって描いていくことを3日、あるいはもう1週間ぐらいかけて完成するとこうなるわけですね。そうですね。いや、これはさすがに真似できませんね。これは何ですか？こういう本も私は出してまして、猫がメインの塗り絵の本になりますね。しっかり PR されてあ、そうですね。だいたいもう僕自身がすごい猫が好きなので、その塗り方をぜひ皆さんに知ってもらいたくて出した本ですね。あら、猫は飼ってるんですか？いえ、猫はちょっと飼ってなくて、実は僕ちょっとアレルギーを持ってまして、一緒に住むことができないんですよね。猫アレルギーですか？はい。あ、そうなんですか。はい、今、豆柴のオレオと一緒に過ごしていますね。そうですか。はい、オレオ、いやいやいや、寒河江街中芸術祭の期間中は音見さんの作品を市内数カ所に大きく展示、映えスポットにもなっているんです。本当にね、人間が手で描いたって思えないぐらいの細かさですよね。ありがとうございます。こういうふうにショーウィンドウっていう形で、すごいもう自分の作品をかなり大きく飾っていただけてすごい嬉しいですね。
色鉛筆で描くことの楽しさを伝えながら、これからも好きなものを描いていきたいという音見春さんの企画展、足を運んでみてはいかがでしょうか。これはもうね、はい、言葉が出ないね。出なかったですね。いやー、すごいですね。拡大しているものを見ても、はい、人間が描いたとは思えない緻密さなんです。あの高校生の時に独学でこのリアル描写を始めたんですが、その後仙台の大学に通って芸術を基礎から学んで、まあその間に SNS などで注目されて、もう今海外からもね、驚きの声が上がっているんです。なんだかこうふわふわしているように見えてきちゃいますよね。今にも動き出しそうな、なんかあの鼻のあたり触りたくなるもんね。そう、撫でたくなっちゃいます。